皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ、ダイアログチャレンジも残すところ、ランタン購入、トーナメント参加、バードの歌、あとは瀬戸を仲間に入れると、まあアラックをミュウさんと旅をするとのいうことで、まあこれからそのミュウアラックへ向かってで、バグマスター討伐の準備をする部隊がここですね。はい。で、お金もあるんで、そうね、傭兵も雇っとこうか。特に足の遅いチェンと、もう一部隊ぐらいいるでしょ。ミュウさんも雇っとこうか。よし。これらのメンツで、我々は、まあ、こっちの外方面から向かう感じでしょうかね。一応ね、予定としては、向かっていきます。で、問題はこっちですね。こっちが一気に走り抜けないとまずい状態になる。ので、まず預けられるものを、ガルに預けましょう。重いかんね。よし。下駄はないのか。不悲しになったね。レッドさんも不悲し。不悲しね。まあ、ここら辺も預けとこうか。もう武器も持ってなくていいね。途中で取られるぐらいだったら。キャットさんのこれも預けちゃって、もう戦闘しません。もうただ走り抜けるか抜けれないかのどっちかですね。もうそれ以外にちょっと助かる道がないので、我々に。そうね、ここら辺も重いかな。よし、不悲しになったね。ジェイドさんだけはもう引退かな。持ってくのきついよな。この人を担ぐというのはね、非常にリスキーなんですよね。誰が担ぐか。片腕で担げないでしょ。途中で捨ててもいいような形にするしかなくなっちゃうんですよ。そうするとレッドさんですね。こういう形になりますね。我々のここのメンツはもう生きるか死ぬかどっちかです。とりあえずスプリングまで一斉に走ってもらいます。この傭兵たちがいつまで続くかっていうのもありますし、我々の方に至っては、まあ、この足の速度なんでね、かなりちょっと重い荷物を持ってるんで、ちょっと傭兵頼りですね。戦闘することもできなくはないんですが、お、クラブの襲撃、マジか。クラブトーナメントですね、これ多分。これは来たな。クラブの襲撃が来ました。これでクラブトーナメントのミッションはなんとかなりそう。そうすると、この細道にいてもらっていいかな。番所。クラブの襲撃が参加するという形なので、まあ、クラブトーナメントを開催するみたいな感じの言葉を入れられれば、まあ、あとはな、あそこの砦守んなくてもっていうところだと思うんですよ。最終的にはね。よーし。ジョンさん、その状態だと倒れちゃうよね。どうすっかな。ご飯食べるか。
ご飯この中にあるから。よし。栄養食あるんだからほら、食べちゃいな、ほら。よし、十分だな。そうなったら、なんかやることあるか。まあ逃げれるならウェイステーションまで逃げなっていう感じだね。だから頑張って。ここ傭兵1日じゃちょっとあれかもしれなかったね。多分これでトーナメント、クラブの襲撃どうだろうね。トーナメントだと思うんですけど、もしかすると悪化させたらダメだったかな。マイナス75の関係にするとダメかな。まあ、ちょっとどうなるかわかんないですけども、もしかするとダメかもしれない。あ、キャットさん戦闘状態。いや、戦闘状態っていうか、走り抜けてくれればいいんだけど。みんなさ、3のとこ泳ごうとしてない？いいけどさ、大丈夫なの？溶けると困るんだよね。まあ、ゴリロいるからしょうがないっちゃしょうがないのかもしんないけどさ、ちょっと現実的じゃないよね。大丈夫？本当に。あの、賢く外回りしてくれてない。外回りしてる？賢く移動してもらわないと困るからね。よし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 。で、まだ先は長いよ。怖いんだよな、ここらへん。スプリング勝手に行ってくれればいいんだけど、行ってくれっかな。ブラックゴリロとかいるからね。ガルか。クラブもいるね。ある程度目安がつけば、ここありがたいんだけど。一旦の目安。あ、一旦の目安つくじゃん、これ。ここ。一旦の目安ここでつくね。よし。OK。向こうは目安ついた。こっちはこっちでアラック盆地行かないといけないからね。持ってるもんが重いのよね。適度。多分ドクターチェンが持ってるのが一番重いんだよね。ミユさん深なしなんだよね。いろいろ渡しとくか。これだね。建材類がちょっと重いかな。軽量、適度をどうにか。適度、軽量を適度に持ってっても結局適度は適度だよね。足遅い人に合わせるんだから。それじゃあちょっと意味ないんだよな。こっちの方なんかいたっけ。とりあえずアラック盆地さえ旅すれば、レッドシャンクの方は正直一旦あのクラブトーナメントの方向かっちゃってもいいんですよね。要はその間にスプリングにいるメンツがあの移動してくれないと困るんですよ。徐々にこの、要は最終的にはこのバグマスター討伐のところに、部隊を向けるという感じで行くので、まあ全員が全員来なくてはいいとは思うんだけど、まあ最悪はおとりということもね考えて。バグマスター自体だったらどうだろうね。
バグマスターを倒すのは、瀬戸を仲間にするだから正直レッドシャンクいなくていいんですよ。わお、好きなスパイダー来るじゃない。いるね、かなりの数いるね、スキンスパイダーが。大丈夫かな。そう、レッドシャンクは現地にいなくていいんですよ。あくまで現地にいなきゃいけないのは、あのアラックと旅をするっていう目的のために、必要なだけであって、ここ登っていける？こっちスリム、こっち登っていくか。そう、我々の使命はいかにしてあそこに拠点を築くかなんですよね。最初のこれ味方いるでしょう。いいね、傭兵たちいるわ。という、何だったらこのメンツで倒しちゃってもいい、倒せるなら。むしろここら辺で傭兵雇って、もう倒しちゃってもいい。あれ、ここら辺いない。ああ、いららんないのか。あ、アラク来ましたね。はい、雲嫌いな、雲大嫌いな女性とアラクを旅する。一応これで旅をしたという形になるんじゃないでしょうか。旅してますよね、これでね。なのでこれで1個目標達成したので、一応これでミユさんがやられちゃっても大丈夫。で、バグマスターの拠点がね、どこだっこだったっけな。まあちょっと数でご利用するしかないんですけど、どこだったっけ。この位置から行ったことないんだよな、あんましな。水の中正直渡りたくないよね。向こうからぐるって回る感じかな。そう、場合によってはこんだけの傭兵を持ってバグマスターをボコボコにしちゃえばいい。てか、バグマスターと戦う前のスキンスパイダーを片付けたい。塔の中にいる。それができればだいぶ楽になるね。いけるかな。アウトポスト、あの位置かな、多分。あの位置に行くのにはどうやって行けるっていう話よね。あ、スキンスパイダーいるね。戦闘避けられないかな。あ、あれですね、あれが敵の根城となります。こっからはちょっと慎重にね。いや、外うろついてるのは正直ね、どうせ無限に湧くと思うんですよ、多分ね。倒したからってこれどうにかなるかっていうと、そういうもんじゃない気がする、こいつらは。あー、行っちゃったね。行くか。数多いでしょ、これ。じっくりとやっていかないとね、これはね、怖いんですよ。一気に襲われるとめんどくさいかもね。なのでこの二人はちょっと離れててもらって、離れててもらってっていうわけにもいかないのか。攻撃力高いんだよね。拠点を構築するまでどうにかしたい。いけ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 、数で押せ。で、ちゃんとこいつら引っこ抜いとかないと危ないんで、特に帰り道ですね。
もし数が減るのであれば、しっかりとここら辺はやっておきたい。もうお金はいらないですからね。よし。さあ、敵の根城まで遠いですよ。右側から湧いてんね。極力なら戦いたくないんだけど、一気に突破すんのも厳しいしな。じっくりやっていこう。さあ行くぞ。強いね。片付けていくと、よしよし。ここでレッドシャンクのこの高威力のクロスボウが役に立つからね。しっかりと片付けていきましょう。もうリロードできないですから。よし、リロードができないんだったらもうこれでもかっていうぐらい慎重にやっていくしかないですね。場合によってはもうバグマスター持って帰りてえな、このままね。持って帰れるんなら。よし、結構傭兵たちダメージ食らってんじゃない？大丈夫かな？一気に前進できるか。どこに立てるかだなというか。うん、個人的にはね、こっちの方なんですよね。何体だ、敵が3か3ぐらいなら無視していっちゃおう。ここら辺にちょっと立てたいんだよね。ちょっと待ってね。ここら辺立てて、ダメか、あそこら辺が限界ラインか。ここら辺が限界かな。ここに仮拠点を建てて、急げ、準備をする。ちょっと待って、ちょっと待って。よくない。あ、弾捨てちゃったのよくないな。そっち行ってもらって。片付けるぞ。ちょっとリスクが高いね。外す、よくない。こっちに入れてる。やばい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 。ほい、どうして。どうして。
命中率が悪い。よしよしよし。ちょっと急ぎ準備を行って。立てるぞ、要塞を。こっちはなんとかなりそうだな。急げ、拠点を構築しろ。傭兵部隊どこ行った？やばいかもしんない。頑張って。当たってない。倒せ倒せ。全然当たってない。いいよ、数を減らしておこう。まずい。やめて、危ない。いけ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 。よし、立てろ立てろ立てろ。さあ拠点構築が始まっていきます。よし、やっぱね安全圏っていうのは欲しいからね。問題はこの中よ。この中の敵をね、やばい、まずい。まずいぞ。傭兵部隊がやられている。大丈夫かな。危ない、なかなかにきつい。うわきつい。ちょっと怖いね。いいね、よし。マジで無限に湧くんじゃないかっていうぐらい出てくるよね。減ってくれればいいんだけどね、これでね。減るのがよくわかんないからね。よし、腕、よし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 。起き上がらないようにはしとかないと。最終的に困るのこっちね。よし、死亡死亡、 OK。 現在追加して、立てるぞ。長い、めちゃめちゃ長い。とりあえず今付近にいないね。ちょっと一旦中でゆっくりしたいね。やばい、やばい、大軍が来てる。やり過ごせるか。これあんなのダメよ。あんなのに滞在されちゃ終わりよ。最悪レッドシャンクは生き残ってくんないと困るから。どっか行かねえかな、あれ。
これあれだな、レッドシャンクだけ。ミュウさんもちょっと危ねえな。エンジニアはちょっと危ねえな。レッドシャンクだけでちょっと行くか。うわ、食べてんのいるわ。来たな。こういうことですよ。頼んだ。こっちが引き寄せる。やっぱ一発で倒せないのきついな。71。装填中。装填中。撃て。装填中。装填中。撃て。外す。装填中。装填中。撃て。外す。装填中。撃て。全然。もう下手くとすぎて。当たらなすぎ。捕まったら終わりだからな、マジで。よし。どんだけ時間かかってんの、一匹倒すのに。急ぐぞ。建築急ぐぞ。パトロールしてんのが来るな。一匹来るかもしれない。12、あと4。うーわ、急に来るじゃない。来る前に、来る前に撃て。よし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 、来る前に撃つぞ。撃て。よし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 、これを完成させれば我々にとって非常にでかい一歩となる。よし、あとちょっとだ。生きたまま食われた。尊い犠牲だ。よし。で、我々が今度建てるのは、クロスボウ砲台。もうこの1個にかかってるから。はい、この1個にかかってますからね、我々は。で、キャンプベッド2つぐらいあったわ。で、チェーンが鉄板9をとりあえず持っていくから、ここで作っといてもらって、ミュウさんは持ってなし。ここでちょっくらね、向かいたいとこだよね。これ持っててもしょうがないけど、役割は終わったんだよね、ここのね。あと、このバグマスターをどうにかして倒してほしいっていう願いだけだから、レッドシャンクはここにいなくてもいいんですよね、正直。レッドシャンクはそうね、結局、ほら、もう蚊についたでしょ？
これが、クラブトーナメントじゃないと終わるんだよね。レッドシャンクはこれでいいんだけど、で、ついでに収納容器による蓋をしとこう。汎用テストで蓋をしときましょう。よし、ちょっとここはね、この状態で耐えてもらいましょうかね。うろついてるでしょ、でかいのが。これが厄介なのよね。さあ、一旦こちらはクラブトーナメントに向かいます。通れる？通れる？やめてよ。攻撃して気絶しました。怖いかんね。やばいな。走り抜けて逃げることできるかな？これ行き止まり行ったら終わるんだよな。こっちの方まで走ってっつって走ってくれる？引っかからずに。やば。やばい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 。危ねえ、足いかれてたら終わってた。どっちだ？どっち通ってきた？一旦ちょっと治療したいな。ああ、ここに死体があるからこっちか。よし。ああ、やばかった。足いかれてたら終わってたね。よし。で、このまま。多分こっちの方でしょう。ああ、あれ、傭兵のキャンプかな。あそこまで逃げ切れれば。いいね、いいね、いいね。素晴らしい。クロスボウ完成したか。で、クロスボウの腕はどうせ、みんな、両方ともないので。まあ、とは言っても、まあ、みゆちゃんに頑張ってもらいましょう。可能な限り軽くしといてあげるから走ってきて。ちょっと待って。あれ？これできないやつじゃない？人員配置がちょっとできないですね。ああ、できないね。マジか。これセーブ&ロードしないと無理だな。そういう感じになっちゃう。で、とりあえず一
旦このまんまスプリングにいるメンツを上に移動させたいな。飯食いつぶした、マジか。これはやばいね。飯食いつぶしたのはちょっとまずい。バーなかったっけここ。あれ、そういう系のお店なかったっけ。物売ってるところ食べ人ショップしかない。あ、これまずいな。肉がない。あ、もうこの死に物狂いで、じゃあもう行ってもらうしかなくなっちゃうなこれ。死に物狂いで行ってもらうしかないわ。死んじゃうからね。でこっちはこっちで上ステーション経由かな。クラブレイダーのところでしょ、ここでしょ。ゆっくりと向かっていこうか。いやマジで致命的なんだよなこれ。砲台警備ができないのが致命的なんだよな。これはやるでしょう。いやこれはセーブ&ロードだよな、どう考えても。ちょっとセーブ&ロードで治るかやってみますね。これはさすがにリロードに入らないでしょう。人員配置できないんだもん。防御状態にしてたからとかあるかな。これか。あ、やっと着いた。これ防御状態だとかいけなかったのかな。ちょっと待ってね。あ、あれでもつかないね。なんでこれやっちゃうの。よし、とりあえずねこれでなんとかなったので、こっちはこっちでまあ一旦ちょっと待機ね。レッドシャンクの移動だけ先に。すげえとこ通ってんな。さてじゃあこれはとりあえずクラブトーナメントのミッション達成をしに行きましょう。え、ミュウさん、あ、もうミュウさん撃ってるね。あ、撃ってる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 。どう調子は。ここのを本来おびき寄せたいんですよね、そのうち。まあそのためにここにねスケルトンなんか配置したかったりしたんだけどね。どこ撃ってんのかね。これ狙ってんのかな。おお、撃ってる撃ってる撃ってる。ほらこれでとりあえず準備だけしといて、あとヘッドショットさんたちだよな。動いてる？動いてない気がすんだよな。
や、動いてねえわ。怖いんだよな、こうやってやってる間に何か起きると。ほらほらほら、これがあるから怖いのよ。何？スキンスパイダー、すれ違いざまにサクッてやられる可能性あるからね。あんまし時間かけてらんないね、やっぱね。食料問題が発生してますので。でレッドシャンクもむやみやたらとね、移動させらんないからね。とりあえずミユさんにちょっとでもあそこの現地のスキンスパイダーをカットいてもらって、あとはそうだね、後ろからのゴズメ部隊をどうにかして到着させて、ちょっとクロスボウをがっつり作った上でのもう射撃みたいな、中のスキンスパイダーを空にする感じでちょっとやっていこうかな。ああ移動してんね。無事に生き残れるか。ああ愛しの駅がもう飢餓状態だからね、飯買わないと。キャットはありますからね。ただね、さすがにそっからモーンに移動するってなるとね、視野が出るんじゃねえかなと思うんだよね。あ、ジョンさん。あ、ジョンさんまた捕まった。しょうがないね。あ、でもご飯もらえてるからね。飢餓状態だったからしょうがないね、もうね。逃げる。よくない。そういうのよくない。ちょっと怖いな。間違いが起こるからな、ここな。スパイダーがいる。レッドスパイダーがいると間違いが起きるからね。怖いんだよね。水辺を極力通らないでいってほしい。大丈夫かい？左腕だからまだね、いいんだけどね。一発足70とか持ってかれたら多分ね、もう走れなくなっちゃうんで、その時点で詰むんですよね。怖いね。もうちょっとでシャークつくな。ご飯は大丈夫。いやー怖いね。バードさんもどうにかしてえしな。バードさんはあんまし行かない方がいいな。アラックボンチ連れてくとやられるかもしんない。合流地点どこにするかだな。そうするとあの都市連合とは敵対関係する予定なので、モーンって、あ、モーンはあれか。カタンが都市連合ですね。ここが真っ赤になるわけですよ。ただ帰り道うんぬん考えると、シャークで合流した方がいいかな。あれか、場合によっては飯運んでった方がいいか。カジノスワンプか、違うな。こっちか。ちょっと飯を持ってけんなら持ってってあげよう。いい看板だ。75。
ちょっと軽量になっちゃったけど、ちょっと門に向かってってあげよう。やばいかんね、このままじゃ。とうとうガルが捕まったか。捕まったかっていうか引っかかっただけじゃないかこれ。動物は大丈夫なのか。の前にマジで引っかかってんのいない他に。ガールで引っかかってるってなるとさ、レッドさんよく担いでんね。いやそうじゃねえわ、もう山の湖を泳いだからそうなってんのか。もうほぼ死にかけじゃん。ちょっと助かんねえかもな。まあだいぶ無理な強行してますからね。別に最短で終わらせなくてもよくない。大丈夫そこ。うわ、しかもそういうさ、あ、また倒れた。一人一人とやられていきます。うーわ、ぶった切られてるって。ヘッドショットさん何やってる？全員ほんと門向かってる？あれ？すげえ、すげえ勢いで倒れていくじゃん。バードさんさすが。バードさんたどり着いたね。よくここ切り抜けてきたよ。何に生き残るかってレベルだねもうこれ。しかも戦いだし。バードさんだけ生き残ったな。他ほぼちょっと壊滅ですね。買い物、飯を根こそぎ買わしてもらいます。よし、とりあえずここまで来れば助かるぞ。これキャンプベッドあるんじゃない？あるじゃん。よし。生き残ったのこんだけか。うそ。あっぶね。よくない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 、そういうのよくない。マジで危ねえ。とりあえず門まで急ごうか。いやー、ヘッドショットさんを持ってきてえなー。やっぱね、車種としてはね、優秀ですから。そこどうにかしたいとこですよね。で、やっぱり、傭兵を雇って、賞金稼ぎもあれ雇えんのかな。あそこら辺を雇って、やっぱ上のルートを切り開いて、持って帰るしかないんだよね。物量が必要になるんだよね。傭兵連れていかないと。よし、着くかな。もうちょっとだ。
マジで壁抜け合わせた。追従するがあるとかってなってっからいけねえか。やべえ、カオスな状態だ。よし、とりあえず飯は持ってきた。腕ないんだけどね。これとりあえずしばらくは大丈夫でしょう。でこっちはこっちでさらに向こうまで行かなきゃいけないというさ、やばいんだよね道が。普通に通り抜けてこれるもんね。あれダメでしょ。あそこ開拓者の子犬は来そうね。ガルも走っては来てますね。これヘッドショットさん、もしかしてこれ担いで持ってこれるか。溶けちゃうわこのままだと。レッドさんも倒れるのも時間の問題だな。ちょっとな、寝かせらんないのがちょっと問題だね。よし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 、なんだかんだ言って無理やりだけど生きてんね。さて住居買ったとしてよね。ベッドある？ベッド。ベッドあるならもうそっちの方が安全か。もう買った方が安全なのこれ。はい。ほら、お家できたぞ。よし。もう外は当てになんない。でこれにキャンプファイヤー立てるでしょ。でちょっくらしていきましょう。でバードさんには医療士やっといてもらって、キャットさんで肉をよこせ。どこ行った？復活されるのも厄介だから肉を集めます。よし、根こそぎ回収するぞ。え？ビーストどこで死んだ？何持ってた？ちょっと何持ってたか分かんないな。どこでやられた？はい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 。とりあえず肉だけは回収させてもらって、重っ。やば、
しよし。バックビーストどこで行かれちゃったか分かんないか。とりあえずこの状態にしとけばレッドシャンクも寝て、ちょっと危ないから担いで中に入れて、はい、よしよし。でこのガルの中に肉詰め込んで、これいらないでしょ。あといらないの、これもいらないか。こんな刀もいるかな。重いだけだね。お肉類をたっぷり入れて、で肉4箇所で焼いてるでしょ。で問題はここか。レッドさんもここの位置だったら担ぐことできっかな。ちょっと助けに行くか。時間はかかるけど助かる見込みがあるからね、救出しに行きましょう。でその間に、ああ寝てんね、オッケー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 。よしよしよし、ちょっとね準備期間が長いですけども、もうしょうがなかったね。あ、バックビースト、あれか、ゴリロにぶった切られちゃったかな。違ったっけ、なんかぶった切られてるっていうのが誰かいたような気がしたんですけど。よし、レッドさん救出。よしよしよし、ちょっと待ってろ。はい、連れて帰るから。こっちのお腹の具合もね、やばくなってくるからね。ちょっとさすがにリスク高いかな。急いで。はい、ゴン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 、急いで急いで。また入り込んできてる。よし。よし、重傷者。で、危ないから肉回収。ここで動物たちの飯が一旦なんとかなりそうだね。でちょっと一旦切り替わり、こちらちょっと様子見てみようか。おびき寄せることができるかなんだよね。チェンで、そもそもが中入れるかどうかが怪しい。じゃあ中のちょっと様子見ましょう。はい、これです。こいつらをまず突破した上で、ここにバグマスターがいるという状態なので、これをまずね排除しないといけない。それを排除するためには、一旦こうやってやって、
おびき出すしかないんですよ。でそれをミュウさんが射撃する。っていうこれをね繰り返すしかないんですけど、まあ、これがまたねこういう感じで出てこなかったりするんですよね。で位置的に拠点あるのはこっちでしょ。届かないんだよね。まあこうして1体でもおびき寄せれればいいっちゃいいんだけど、あそこにねどうにかして物量作戦をねかましたいんですよね。やっぱ遠いね。やっぱ無理だな。ちょっと打ち逃げできる人間がいないとちょっと無理だな。チェストで蓋でもしとこう。そうこういう感じでおびき寄せておびき寄せてのやっと討伐できるかなっていうレベルですよね。致命傷もらってる。致命傷もらったのこれ、これやったのミュウさんだな多分。あもうチェーンダメかもしんない。あブラッドスパイダーいる。助かんない。もうチェーンが助かんない。やばい、蓋をしろ。鍵かけて。やべえな、やっぱり。こうなっちゃうわけですよ。ちょっと勝つの難しいかもしんねえな。やっぱバグマスターがちょっときついかも。これ思いのほかスキンスパイダーがね攻撃力高いんだよね。まあそんなことやってる間に、レッドシャンクの方は本日の目的であるところへ向かおう。え、そっから行く？よし、あとはうまくクラブトーナメントができればじっくり向こうへの対策が練れますね。あれ？ちょっと待って。なんでこんな入ってきてんの？これはまずい。なんでそんな入ってきてんの？ついたて立てるか。一応嘘だろお前。ミュウさん、やば。
やばい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 。壁を作れ。汚ねえ。敵もそういう手で来るんだよ。ほんと。そういう手で来るっていうのはこっちもそういう手で迎え撃つしかないからね。しかも当たんねえし。さらばチェン。チェン助かんねえよ、そこ。チェンちょっと助かんないと思う、それ。しかもこれね、当たんねえんじゃねえかな。当たんない可能性あるよね。あの変な感じのブレ方。ミユさんの食料尽きるまで頑張んないとな。ジョンさん、また解放されたの？ジョンさん、解放されてもさ、どうにかなるかっていうとならないよね。あ、ジェイドもダメだ。担げばよかったけど、もう両足なかったから。さあ、ミュウさん撃ってんのはいいけど、多分ね、当たんねえんじゃねえかな、あそこの敵。ちょっと待って、これランタンじゃない？これはまさかの。ちょっと待って、ちょっと待って、はいはい、待って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 、ランタンじゃないですかね。ハイブキャラバンだもんね。あー、キャンセルされた？うわ、キャンセルされたわ。千載一遇のチャンス逃したかも。待ってくれ、で、あのまま話しかけてもらうの待ってもらえよかったな。マジか。今の話しかけるってやんなきゃ、待ってりゃよかったかもしんない、今。やっちゃったな。しかも二重に話しかけたから、要は、イベントをかぶせちゃって消えたわ。おー、やばい、来てんじゃん。ミュウさん、これ、撃ってる？ここだよ、狙うの。これ、やばいんじゃない？一匹も倒せてないんじゃない、これ。ハイブキャラバンいたじゃん。うわ、当たんないし。ほら。ほら。これ一生当たんねえんじゃない。本当に言ってる？足んないじゃんね。何、砲台機微上がってる？そうそうそう、ほら、攻撃当たり出すんじゃない？やば。やばいんだけど、当たる気ないじゃん。やばいな、あそこ。ミュウさんもやられんな、多分。もう時間の問題だわ。黒
ロスボウが一生当たんないあれ。ほら、もう間もなくよこれ多分。やられるの時間の問題。致命傷でそのうち倒れっかな。致命傷でそのうち倒れんならいいけど、でもこれまずいよな。何かの弾みできたら終わるよ俺。よくない、動かないで。そっか、逆に刺激しない方がいいか。逆に刺激しないで普通に身を任せよう。あー、ゴリラたちがいっぱいいるな。さてどうなることやら。これが気絶したらちょっとね、あそこの拠点は終わるな。とりあえずこっちの方面からトーナメント受けに行きつつ、ハイブキャラバンいたな。でもやっぱ倒れたわ、とうとう。とうとう倒れました。バグマスター部分がちょっと怖いね。ヘッドショットさん OK、 バードさんも OK、 不自由な腕も OK ね。あれ、ジョンさん意外と走ってきてる。ジョンさん意外と走ってきてんね。で次にモーンからの移動はシャークへ移動します。え、侵入経路はやっぱ上からですね。上からの侵入経路で行きたいんだけど、あそこのおびき寄せ部分をどうするかですね。傭兵大量に雇って突っ込ませるのもありだけど、強いんだよねマジで。だクロスボウ砲台が役に立たないんだったら、持ってる武器ですよね。あれ武器？あ、武器持ってるわ。これらで射撃をするしかないと思うんですよ。あの壁際に立ってね。ちょっとそういう作戦でいきたいなとは思ってるので、もうちょっと前に置ければいいんだけどね、あれね。はい、ミユさんやられました。まあアラックは旅したからね。スパイダーキラーやなキャラクターとアラックを旅しようってことで旅はしたんでね、多分大丈夫でしょうけど、目的達成はね。問題はいつどのタイミングでシャークに行くか。正直待ってたらね、またお腹空いちゃうんじゃないかなと思うんだよね。そうだね、ここら辺が一旦回復したら、一旦回復したらかな。生産品が溜まってる。よし。とりあえず食料はこんな感じにして、ガルの中にもお肉を入れて、回復し終わったらだな。ここら辺は回復し終わったらまた命がけの
移動してシャークまで行きましょう。で、問題はクロスボウの弾が足りるかどうかっていうのがあるんで、買ってきたいよね。場合によっては全滅するかもしれない。バードさん以外前出すかな。バードさんはね、ちょっと場合によっては歌歌ってもらわないと困るんで、レッドシャンクと一緒に移動したいよね。よし、ここまで来たな。護衛つかない、護衛つかないですかね。よし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 、護衛がついた。行くぞ。さあ、我についてこい。さあ、かなり急いでの、まあ、じっくりね、50日かけてやるっていうのであれば、多分ね、研究をしっかりして、で、徐々に徐々に資材を運んでって、ハープン砲台作ったりなんだり、電力立てたりってやれば、まあ、いけなくはないとは思うんだけど、やっぱね、どれぐらい早くできるかっていうのをちょっとね、試したいので、まあ、それでもランタンとバードさんのやつが意外と手こずりそうですよね。トーナメント参加は多分これでいけると思うんですよ。クラブトーナメントをうんたらとかってね、第1回戦とかってなれば、多分クラブトーナメント参加するっていうね、ミッションは OK なんでしょうけど。バードさん多少飯持ってんね。こんだけ飯持ってれば待ってても大丈夫かな。残りのメンツだね。ここのメンツがどうなるか。あれ、キャットさん両腕ないじゃん。想定外だな、それ。両腕ないのは。さあ、これでどうなるかかな。バードさん待機。で、場合によってはもう、あ、長老来てない？長老。よし、クラブトーナメントか、クラブトーナメントうんちゃらってやる前に攻撃されちゃうと困るかもしれない。そうすると、ちゃんと会話を聞いた形にしないと、なんかね、イベントだけ発生させてくれないとちょっとあれだね。祈りの日とか徴税人みたいな感じでさ、会話イベントはないと思うけど、向こうがこれより、なんかクラブトーナメント、1回戦、あ、リーパーですね。もう、うちの長老が行くから、長老がほら、長老舐めてもらっちゃ困るよ。当たってないよ。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、当たってる。あ、痛い、長老やばいんじゃないこれ。よし。巻いた。さあ、クラブトーナメントうんちゃらが終われば、逆にバーン師匠が動けるようになるんで、バーン師匠と共にバードさんと合流。さあ、あれ、ここ、あ、まだか、まだですね。読み込み中です。ここはアークですね。バラモンがいます。よしよしよし、着くぞ。よし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 、ちょっと待てよ、着くぞ。さあ、行きましょう。この中に、予想通りであれば拠点到着。はい。ちょっとさあ、
カニが埋まっちゃってさ、中入ればイベント発生するかな。リーダー、中入んないとあれかな、問答無用で攻撃されたらやばいんだけど。おい、ちょっと待て、邪魔おい、マジかよ、そのカニ。これ違うよね、これじゃないんだよね。ここの人たちなんだけど、戦争の指導者が中にいると思うんですよ。あのカニ邪魔だな、イベント発生しないじゃん。あれ、この人違うよね、中にいるはずなんだよね。どうしたもんかな、これ。イベント発生しないと困っちゃうんだけど。押し込め、よし来た。こんな壁を立ててクラブに優しいとは言えないな。出れなかったら終わるんだよなこれ。はい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 、クラブトーナメントを開始する。あ、ほら、クラブトーナメント、クラブトーナメント。クラブトーナメントだーっつってんじゃん。これいいのかな、これ。クラブ攻撃開始。どういうこと、クラブトーナメントでよかったのこれ。思ってたのとちょっと全然違うんだけど、戦争の指導者と。これでもクラブトーナメント1回戦じゃねえ気がするんだけど、いいのかなこれ。クラブ攻撃開始ってなってるけど、これ判定どうなんでしょうね。戦争の指導者としてこれクラブ、あれ、なんか違う気がするんだけど、気のせいかな。あれ、1回戦開始するとかそういうあれじゃなかった。クラブ攻撃開始。ああ、クラブトーナメント、俺これ参加したってことになる。クラブトーナメントだーっつってるってことは参加したかな、これ。参加したということでよろしいでしょうか。あれ、こんな感じだったっけ、ちょっと思ってたあれと違うんだけど。このカニさんたちも動かないじゃん。あれ？トーナメント参加でよろしいでしょうかね。ちょっと念のためもう一回だな、あれ。クラブさん帰ってもらっていいですか、ちょっと一旦。もう帰れないんじゃない？ねえ、帰れないでしょ、もう。そんなとこにいちゃさ。多分無理だと思うよ、俺。ちょっと思ってたのと違うんだよね。これ中の状態どうなってる？このカニさんたちさ、もう出れないでしょ。ちょっと待ってね、大丈夫かな。ちょっとこっちは もう一回待たないとな。そうね、こっちの方まで一旦もう帰ろうか。もう見えないんだけど、もうどこ走ってるか見えないんだけど。ちょっと疑惑の判定だな、あれ。
クラブトーナメントに参加じゃない気がするんだよね。クラブに優しいとは言えないな。クラブ攻撃開始とか言ってたじゃん。これ多分違うと思うんだよね。でも攻撃食らってるし、自己防衛というか一旦ちょっと出てもらっていい？治療持ってたっけ？あ、持ってたか。ちょっと治療だけして立っててもらうか。じゃあちょっとバードさんたちと向かってあそこ向かいましょう。どう、引っかからずにこれ来れてる、ちゃんと。本当にね、移動できてんのかっていう人がねいるんだよね、ここにね。どうすかな、キャットさん腕買わないとな。腕買わないとなんだけど、誰か動いてないんだよね、これね。誰で動いてないの？これ多分ね、ガルとかじゃねえかな、動いてないの。ほら。これ困るんだよ、マジで。OK ね。ガル死んだら終わるからな。持ってっから、これ。あれ、俺こんなの持ったっけ？レンジャーが持ってたやつか。よし、行きましょう。チェンのところは汚い策略によりやられたわ。マジでどうやって入ってきた、あれ。壁貫通してきたでしょう。さあ、ちょっと読み込みがね、いろんなところね、パッパッパッパやるとね。あ、でもクラブトーナメントが19時間後ってなってるね。これ19時間待った方がいいかもしんないね。待とうか、これ。ちょっと待ってね。クラブトーナメントでなったわ。19時間後に来るみたいなので、ちゃんとあのクラブトーナメント受けましょう。19時間ならすぐよ。その間にこっちの準備しておきましょう。ジョンさんに関しては腹減ってるだろうから、ちょっと移動させてもらうよ。飯買って、腕買ってもらう、腕。一緒逃げて。やっとクラブが出てきたか。やっとクラブが出てきたかっていう感じじゃないんだよな。読み込んで。ちょっとね、いろんなところね、こうパタパタ飛ばすとね、読み込みですごい時間かかっちゃうんですけど、ちょっとね、移動できないと困るんで。
どうすっかな。クラブトーナメントはしっかり受けて今日終わりたいけど、19時間か。結構時間かかるね。3倍速で飛ばしていかないと。とりあえず番所すぐ逃げれたらありがたいんだけど、ダメかも。番所もダメか。うっそ。あれ。まずい。チャレンジ終わったかも。やばい。他のに聞い取られてこれだよ。レッドシャンクやられたら終わりですね、もう。逃げ切れるかどうか。起き上がれればなんとかなる。ああ、あかん。昏睡状態。もうこれ運ですね。また進んでないね。いやー、ここに来てこうなっちまうか。やっぱよそ見すると良くないんだよね。強制終了な気がします。まあ一応ですね、これでまあ剣士が終わってしまった場合は、ちょっとね、別のゲームをね、やりますんでね。もともと予定はしてたので。これ助けに行かないとダメか。いや、助けに行くっつってもな。すべてはバーン賞にかかってるね、俺。バーン賞が治療できないと終わるな。現状どうにかできる人間が、バーン賞。もうジョンさんいじくってる場合じゃないな。出血死するね、これね。回復されてないんで。読み込み急いで。結構これ読み込むんだよね。間に合わないとやばいですね。まあ本来はね、周りの様子見ながら行かないとやばいんですよ、こうやってね。いるので。ちょっとじっくりいくか。だこういう時お水あるといいよねってなるよね。これルート一緒なんじゃない？ああ、よくない。バレて追っかけ回されたら終わるかな。いや、同じルートなんじゃない？これ、大丈夫かな？バレるぞ。ランタンつけてるし。まあ、関係ないと思うけど。よし。大丈夫かな？ここが悪の拠点だからね。いるんだよね、当然。で、そこ真ん前通ろうとするから、バレるんだよね。どういった？レッドシャンクのとこまでは、これ下ればいけんのか？ボリローはまあまあまあいいでしょう。フラットレイダーにさえ見つからなければ。よしよしよし。やべえ、奴隷にされた。まずい。
あ、治療はされた？治療はされたけど奴隷にされた。救出部隊、救出部隊行くぞ。よし、よし、いてててて、なかなかに質のいいもん持ってないこれ。あ、レッドシャンクの持ってる武器持ってかれたか、一個。あれ、俺武器まで捨てなかったっけ？拾われた？このシャッシュだな。行け。まだ終わらんよ。誤射してるよ。スプリングバットか。今こそ足かせを外すとき。危ないからね。武装解除、武装解除。いやー、きついなー。もうよかった。ん？やっぱ武器なくね？武器さ、ここに転がってるんだけどさ、なんでそんな上に表示出んの？うわ、取れないわ。これそういうことでしょ？ここにあんのにさ、取れないよそれ。ほら、取れた？あ、取れた。よかった。どうすっかな、回復させらんないな。もうチャレンジ終了でいいか。無理だなこれ。ちょっともうこれ以上62回復するってさ。かなりなもんだよ。時間相当かかるぜこれ、回復させるっつったら。しかも動いてないし、ここどうすっかなこれ。61、この回復19時間でどうにかなる？ベッドないしね。いや、もう起き上がってもらうしかないね。でもね、バルナイに持っていければいいけど。自然回復待って19時間待つしかないですね。クラブトーナメントだと9時間できちゃうし、待っててもらうか。ただ問題はこれがちゃんとプレイヤー拠点まで持っていけるかどうかだよね。そこの上通るか。結局この付近通るんだよね、必ず。プレイヤー拠点をもうちょっと建てる場所考えてよかったかもね。こっち寄りとか、もうちょっとこっち側に立てるとかもありだったね。ふう、こ
これは次行っちゃうかな。レッドシャンクが倒、そっか、倒れて、ブラッドスパイダーに多分やられたな。ああ、いるね。舞台はもうボロボロですね。ちょっとここはね、バラバラに動かそうとしたのが敗因だったかもしれない。番所そこ行ける？逃げ切れる？あ、意外と逃げ切れそう。そう、クラブトーナメントに参加をすればいいから、近くにレッドシャンク放っておこうか。いればいいんだもんね。よし。で？そう。クラブにね、襲われることはないと思うんだよね。倒れてる人間なら。別にね。ワンショー、頼むよ。あ、あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。クラブトーナメント第1回戦を開始するとかってなると思うんですよ。だ、敵が出てくる、出てこないにかかわらず、ここに置いとけばいい。レッドシャンクはここに置いといて、他の部隊は、こっちで待機してよ。こうよ。これで一応参加したことにはなるでしょう。これでね。拠点にいますから、私が。で、残り9時間でしょう。3時間ですね。で、出発するとのことなので、その間、こっちはこっちで、ちょっと高いけど、買っていくしかないね。ただ、正直もうきついよな。あ、いた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 。車種いるじゃない。グリーンさん。これ車種ですから。ちょっと待って、話しかけらんないけど。ダメだ、話しかけらんない。バグってんだよな。どう？話しかけらんないよ。え？これまさかバーテンも話しかけらんない？話しかけれた。で、食料はちょっとあらかた積んでいきたいな。もうね、失うものは何もないみたいな感じですから。建材もそのうちあれ持っていかないといけないかな。建材か？どうしよっかな、あそこ。もう勝てる見込みがないんだよね。もうがっちり本当に固めていかないと。よし。得意なのか。仲間になれ。よし。さあ、吉と出るとか、ヘッドショットの代わり。砲台警備員。キャットさんの両腕どうすっかな。もう、どうしよっか。どうしよっかっていう方法は一応あるっちゃあるけど、ジョンさんに買ってきてもらうっていうね。右腕は向こうにあるんですけど、
左腕はね、必要なんですよ。ジョンさんが生きて帰ってくることができればの話ですけど、玉担いでご飯買って、これでウェイブラックデザートして、でここのメンツは建材あった方がいいよな。建材屋さんってここあったっけ。ドクターチェンがやられた、売り物見せてくれ。食われたと。鉄板必要。小型風力発電にどう必要だよな。あ、必要かな。こんな必要かね。もう我々に近接という言葉はないから、クロスボウ砲台立てるしかないのかな。あと、お、来た。クラブトーナメントがプレイヤー拠点進行中。これですね。あと何必要？電子部品とか必要かな？ハープーン覚えてないから必要ないと思うんだよね。布地あればベッドか。よし。行くぞ。もう超特急で急ぐぞ。今度上のウェイステーションまで向かえ。さあ来るぞ。クラブトーナメントがもう少しで来ます。これですね。で、そうすると多分クラブトーナメント1回戦を開始するみたいな感じになって、おそらくですね、まあ多分話しかけることはないと思うんですよ。まあうわーって拠点の中来て勝手にね、で荒らすだけ荒らして帰っていくっていうようなシチュエーションなので、これレッドシャンクがここにいて応対をすれば、ミッション達成という感じになるんじゃなかろうかといったところですね。チェンダイ、ジョンダメじゃないかな、それ。ジョンさん、これダメだった可能性あるな、これな。ジョンさんもうダメだな、この感じは。あ、到着した。ほら、ライバルのトレーナーがクラブランドを侵略してきたようだ。こんな感じね。後ろかい。ほら、話しかけることないですから。これはどうなるか見ものだなと。これが最初のあの1回戦ですね、多分。ラウンド1。ファイター、準備はいいか。クラブ、用意。戦え、ということでね。行け、タイタス。タイタスっていうのがいるのかね、俺ね。ネームドいない？ネームドクラブいない。でっかいカニさんいたと思うんだけどね。あの決勝戦ぐらい行くとね、名前付きのこのクラブじゃないね、のがいると思うんですよ。はい、来ました。いや、終わりですよ。はい、終わりました。帰ってください。
はい、これで一応クラブトーナメントに参加をしたということでいいんじゃないでしょうかというところですね。こちら1回戦ですね。1回戦の相手このぐらいの規模できます。動かなくなっちゃったんで、ちょっとね、バーン師匠でね、次に行きますけど、ちょうど回復するんでね、トーナメントに参加をしましたっていう形でね、終わりにしたいですね。はい。ごめんなさいね、ちょっと、担げ。あ、ちょちょちょ、よくないよくない。どうにかして担ぎたいな、あれ。担がしてもらってもよろしいでしょうか？あ、ばい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 、痛い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 。動き出した動き出した。はいはいはい。これ大丈夫かな？しばらくこれで。ダメだな、居座る気かな。困っちゃうな、それ。しばらく経てば、まあ、帰るでしょう。はい、終わった。はい、終わりました。クラブトーナメント終了です。帰ってくださいね。はい、ゴリロ、あら、これほら、いるから、ほら。私の1回戦の、1回戦のほら、相手ですから。お願いしますよ。戦闘の指導者、ブラックゴリロです。近接70の、はい。どうぞどうぞ戦ってください。よし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 。はい、ということでね、とりあえずこれで無事に、クラブトーナメントの方、開催がしたんじゃないかなということで、まあこれであと残すところは、ちょっと失敗、あそこの選択ミスった感じですけど、立ち止まってればよかったんだけど、光のランタンと瀬戸を仲間に入れるっていうミッションと、あとはバートさんの歌を聴くのを計3つじゃないかなと残ったの。今回でトーナメントが終わったから。で、アラックも旅したでしょ？ミユさんとね。アラック入りましたよね。アラックっていう表示で。スパイダー嫌いなキャラクターとアラックを旅しようということで旅をしました。会話イベント云々っていうのはなかったと思うんで大丈夫だと思うんですけど。そうそう、あと3つなんですけど。バグマスターね。きついね。要は、これを80以上とかにしないといけないのかな、これ。これを、これを、このシェイク王国のこれを上げなきゃいけないんだけど、これをね、上げるのに一番手っ取り早いのが、まあ、バグマスター捕獲だったんですよね。まあ、ホーリーロードのフェニックスでもいいのかもしれないですけど、どっちが大変ってなると、どっこいどっこいみたいな感じですよね。え、フェニックスと戦うの？みたいな。だここですよね。ブリスターヒルを落とすってレベルですよね。ここを落とすのとバグマスター1体捕獲。どっちが楽かってなるとね、ちょっとまあ微妙なラインですけど、まあ一番、そうね、よく、瀬戸を仲間に入れるときにやってるって言ったら多分ここだと思うんだよね。しっかりとした戦力整えていけば勝てない相手ではないんで、特にバグマスターはそれこそ蜂の巣にしちゃえばいいだけなんで、問題はスキンスパイダーをどうにかあそこのね、排除しないとまずいなというところで、まあこれに関してはちょっとね、次回ですかね。次回どうしようかなんだよね。ウェイステーションまで行って、まずは、そうか、賞金首のキャンプとか、ここら辺に傭兵のキャンプあったと思うんですけど、あそこにまず立ち寄った状態で、レッドシャンクとバードとバーンを待つ感じですね。
で、まあ、ここら辺から傭兵とか雇って、場合によってはもうあそこの中直接傭兵を突っ込ますっていうのも手ですね。敵を削るっていう意味で。まあ、それ以外はちょっとクロスボウでうまく対抗して徐々に徐々に詰めていくしかないかなと。で、敵をおびき寄せてクロスボウで撃つっていうな感じの流れでいければいいかなと思っております。まあ成功するか失敗するかがちょっといろいろあるんですけども、まあここの方はそうね、モーンにいる必要がなくなっちゃったな、バードさんも。上経由で戻った方がね、レッドシャンクもいい気がするんで、次回バードさんも移動しましょうか。シャークに移動するかな。まあちょっとここの移動どうするか考えます。アイアン本部まで行って移動した方がいいかな。しっかりと見ながら。モーンまで。そんな感じで、次回、バグマスター討伐準備を整える回ということでね、やっていければなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。